ラジオネーム満腹ていなり。有吉さん、来週ゲストに来てくださる加山雄三のクソジジイが昨日日本武道館にてコンサート若大将エクスポ夢に向かって今を開催し、そこでこんなことを言ってやがりました。全国47都道府県ツアーをもって毎年行ってきたコンサートツアーをファイナルとさせていただきます。自作の船で7つの海を回ること、その夢に向かって今決心しました。80歳になったら必ずや7つの海を制覇する。80歳で7大陸の山を制覇した三浦雄一郎さんじゃないけど、僕は海、できるだけいろんなところに寄港したいな。緊急避難警報発令。世界中の沿岸部に緊急避難警報発令。号外です。号外です。加山がついに本気で世界を取りに来るつもりのようです。これまで徐々に武装を重ねてきた愛船、戦艦、光進丸で7つの海を燃やし尽くす壮大な破壊計画を実行に移す動きを見せました。これはおそらく世界中への宣戦布告でしょう。来週のサンドリー、そして24時間テレビではどのような動きを見せるのか、警察は常時動きを見張り、動き、見張りを警戒を強めていくとのことです。現場から以上です。まあ、実際来週、加山さん来てくださる予定ですので、はい、その時にちょっとまずその辺聞きたいですね。あ相当なんか今、すごい魚雷を輸入したっていう話は聞いてます。聞いてますか。ついにだからよくそれこそワンピースなんかでさ、俺は海賊王になるなんてルフィが言ってね、いろんな強者がいますけど、本当に加山雄三はもうほんが出たらすごいだろうね。もうルフィなんて勝てないだろうね。そうですね、戦艦ですからね。ゴムゴムの実なんかじゃ全然通用しないんじゃない。加山雄三さんの腕毛の実の方が強いだろう、ね、腕毛の実、腕毛の実は食べてたんですね。腕毛の実を、腕毛の実、ロギア系ですからね。自然系のやつだ。腕毛の実ですよ。ゴムゴムとか、はい、メラメラとか、そういうんじゃないからね、はい、腕毛の実だから。繰り返さない。腕毛生えるだけでしょ。腕毛生えて泳げなくなるの嫌ですよ。怖いよ。ちょっと来週いろいろお伺いしましょう。来週に向けてすごいですね。